イヒー。寒いね、マヒー。違う、ラーメンさん、ラーメンいい匂いやね。ラーメン屋さん違う、ラーメン違うんだ、マヒー。マヒー違う、ラーメン違う。美味しいね。マヒーセット、マヒーセットして。ライト、走って。奥で待ってきたらいいかな、はい、それでも心配から外で待ってきてもらった方が、あれ一回奥で待っていて、山本が出ます。はい、すみません、ありがとうございます。マイセット、マイセット。わかる。これ食べたいの、これ。昨日仕事行くまではそんなに書いてなかったんですよ、はい、帰ってきたら首まで血がにじむぐらいちょっと書き壊しちゃってて、ごめんなさい。いやすぎるねえ。どうした、よいしょよいしょ、はい、ちょっと軽くしておくね。ちょっと軽くしたいです。20.3、 ちょっと減った。よし、はい、500g 減量だ。ダメってどこ取る段分だ、大きいよね。私最近ワイツ少ないもんな。ひもじい。ひもじい。なんかちょっとずつ痩せてきてちょっと寂しいです。右はそんなにですね、左がもう、うん、結構首まで拭いたんですけど、うん、衝撃まで出てるので、うん、出血してるですよね。そんな仕事行くまで全然気にしてなかったんですけど、はい、覚えちゃって、飼い主いる時に書いたら怒られる、ダメだよって言われるって、いなくなった途端多分パーティーしちゃって。生品、汚れっていうよりは血液かさぶたの色だから書いちゃったの。出さなくなってこの辺と、ここの出っ張りのところがここですよね、うん、アルフは舐めた、舐めてくれた、栄養あげた、あれガリガリだから私の養分をどうぞって。そんなアンパンマンみたいなことするの、あんた。普通に寝た。奥綺麗、全然問題ないです。あの耳の炎症はないので、僕は。ここがたまたま気になって書いちゃった感じですかね。うん、ここは多分当たってる、ちょっとできものみたいになってるんで、ぶつかるんですね。ああ。耳の部分と。ここが。そう。あるんだけども、腫れてるんで、多分擦れて、ああ、かゆい、うん、気になっちゃうっていうか、うんうん、もう、あの、カビ、マラセチアとかは多分いない状態になってくれてると思うんで、はい、あの、塗り薬とかももういらないです。はい、ただただ炎症止めだけ使ってください、はい、確かに匂いがマラセチアの時とちょっと違う、ね、全然、匂い、うん、あの、臭くはないから、別クリーナーで洗います。はい、今、生理食感水で拭いただけなんで。とりあえず、なんか匂いで、あ、これマラセチアだって分かるってすごいですよね。そんだけ嗅いできたんだなって、うん、あなたの耳で覚えたよ。独特いい匂いですね。結構好きです、うん、だからみんな舐めに来るんですよ。ね、うん、すごいです、マヒナの耳に群がってます、うん、プラウ、ユピタ、アルファ、朝あんま興味ないみたいな。酵母の匂いがするから好きなんですよ、犬って。血が出たら出たでまたみんな来るじゃないですか、うん、ハーってみんな
ね、嫌だよね。なんか赤、顔が大きいんで、麻痺の赤べこみたいになるんですよ。ここ赤べこって表現がなかなか。あの、びょびょびょ。嫌なんだよね。イヤイヤしちゃうんだよね。怒ってます。で、アルファの鼻に傷が増えるんですよ。出血止めを兼ねて、はい。ワセリンか、原田氏の鼻に強きますけども、お茶がいらないでしょう、これ。わかりました。炎症止めだけで。うん、あの、今ただただ腫れてるんですね、耳の中が。耳の中というか、耳の表面だけ。奥は大丈夫なんですね。この辺が、もう、かいて。あれ、臭いな、耳。